北野しおりのリアルドライ。皆さんこんにちは、北野しおりです。今回もお聞きいただきありがとうございます。こんにちは、佐藤美久です。はい、皆さんお元気ですか？はい、学生さんはですね、はい、もう夏休みって方多いんじゃないんでしょうか。しおりちゃんの夏休みの思い出何かありますか？いや、私毎年ね、あの夏休みの宿題最後までやらないで、あの結局、まあ学校始まるわけじゃないですか。うんうん、あ、まあまあ、はいはい、今日忘れましたっていうのを1ヶ月ぐらい繰り返して、そうでしょ、うん、なーなーにするっていうのが。やらないの？はい、やらないですね。ギリギリにやるんじゃなくて、やらないんだ。うん、やらない、もはや。いや、ギリギリにやろうとした時点で、もう間に合わないんですよ。手に負えないわけですよ。なるほど、ね、そうだったら、いや今日忘れました、はいはいはい、今日忘れました、潔いわ、っていうか宿題なくしましたって言って、うん、こうもう宿題の存在自体をなーなーにするっていうのが私の、あんま良くないですからね、思い出ですね。はい、私はですね、はい、ちょうど去年の7月、今月ぐらいですね、うん、去年の7月頃に、はい、あの私が主演させていただいた、はい、そしてブルガリアで上演もね、あのさせていただくことになりました、はい、映画22世紀グーアの撮影を、はい、へー、してましたね。なるほど、うん、それは思い出深いですね。そう、あの福島 の、はい、あの地方ロケにも、ね、行かせていただいたりとか。へー、やっぱね、いいね、大自然めちゃくちゃ、あのすごい過ごしやすかったです。暑かったんですけど。へー、うん、ではですね、ということでオープニングトークに戻り、はい、ましてですね、この北野しおりのリアルドライバー、はい、コスプレイヤーでタレントでもあるしおり、北野しおりちゃんと、はい、私女優の佐藤美久の2人がコスプレやサブカルなどについてリアルに、そしてドライにお話ししていく番組です。それでは一つ目のコーナーは、乙女ロードナウのコーナー。いやー、これ結構ね、私楽しみなんですよね。 ありがとうございます。でこのコーナーはですね、私佐藤美久がサブカルチャー、特に腐女子を中心としたアニメオタクの聖地と呼ばれる東京池袋乙女ロードの毎月のトレンド動向などについて潜入し、その様子や編成についてですね、私の独断と偏見でリポートしていくというコーナーです。はい、ちなみに乙女ロードとはですね、東京池袋サンシャイン60の西側の通り一帯にあるアニメなどサブカルグッズなどを販売しているお店が立ち並んでいる通りを総称して乙女ロードというようです。そんな乙女ロードの今月の動向をお話しさせていただこうと思います。はい、まずはですね、あの私いつものこうコースみたいな、私流のコースがありまして、うん、はい、まずあのゲーム系の作品がこう見て回って、はい、まあ、最後 BL のね、あの店舗に回っていくっていうのがコースなんですけれども、おでまずね、もちろんゲームのね経営作品の、はい、店舗に行かせていただいたんですが、はい、ちょっとここはね、ちょっとお楽しみということで最後に回します。なるほど、はい、ではあの次に行きました、はい、2階建ての店舗、1階が、はい、歴史関連グッズ、そして、2階が、最新作から旧作、有名作家作品、など往年の、名作グッズがある店舗にですね行かせていただきました。あの1階ではあの本当に変わらず、はい、あの刀剣乱舞はすごいです。変わらずすごい盛り上がってると盛り上がってます、本当に。そしてね、文豪ストレイドッグスっていう、はい、あの作品がありまして、これ結構、ね、増えていて、あで、あの最近あのアニメとあの、はい、サンリオさんコラボすること多いと思うんですけれども、はいはい、そのサンリオさんとのコラボ特典とか、はい、もうすごい増えていて、はい、またこれも可愛いんですよ。キティちゃんの感じ、かぶり物ちょっとつけたりとか、女性好きな感じですね。そう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 、すごい可愛かったです。そしてでは2階ね行きまして、はい、これがそうですね、最新作から旧作、こういういろんな有名な作家さんの作品であったりとかがあるグッズのある店舗ですね、に行かせていただいたんですけれども、はい、あの新たにですね、あのミニオンってわかります？わかる、黄色い、あの可愛い感じの、はい、そのミニオンのグッズが増えてて、うん、へー、あそうなんだと思いながら、そうなんだ、ユニバーサル系の、あのそうジャンルとしてそこに配置されるんだみたいな、池袋が扱ってる感じじゃないですけど、で、あのポップコーンバケット、はい、それこそ USJ ユニバーサルスタジオジャパンで売ってる、はいはい、あのミニオンのポップコーンバケット、はい、めちゃくちゃ可愛くて、はい、買いたいなと思ったけど、あの使う機会ないなと思って、確かに確かになかなかねいけないからなと思いながら、はい、めちゃくちゃ可愛かったです。へー、うん、意外、そう意外だなと私も思った。なんかそしてあの進撃の巨人ね、あがまたこれまたすごい増えてましたね昔から、うん、これまたねずっと人気ですね、ずっと人気ですね、うん、
そしてあのこれちょっと映画の影響かなっていうのを思ったのが、はい、コナンの、はい、名探偵コナンのグッズ、はい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 、最近映画ね、はい、やってましたけれども、はい、あのコナンのグッズかなりありましたよ。あほぼほぼこう一列コナンのグッズみたいになってました。へー、うん、そうそうそう今熱いんですね。そうなんですよ、コナンも。そうであの、まあ、BL 系の店舗に次行きまして、はい、私あのついにあの手を出してしまったものがありましてですね、はい、何でしょう、純情ロマンチカのランチボックスに、はい、あの手を出してしまいまして、はい、よかったですね。よかったですね。説明しますと純情ロマンチカに出てくる熊のぬいぐるみがいるんですけど、はい、鈴木さんっていう熊のぬいぐるみなんですけど、うん、そのランチボックスがずっとあったんです今まで、はい、ちょっと手出しづらいなと思ったんですけど、あのついに手を出しました。すいません。ありがとうございます。あのこれは私の都合ですけれども、はい、あのその代わりあのいつもアニメイト行くんですけれども、はい、あの行かずに何も買いませんでした。あ、はい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 。お財布と相談しました。ちょっとすいません。抑えるとこ抑えて。あのはい、個人的な事情が情報となります。そして、BL グッズがですね、作品、はい、作家さんごとに変わあの分かれていて、はい、見やすくなってましたね。あそうなんだ。そうなんですよ。さて最後ゲーム系の店舗をね、あの最初に行ったゲームの店舗なんですけれども、はい、シュリちゃん前にも多分お伝えしたんですけれども、はい、シュリちゃんの好きなフェイトがねかなり増えていて、はい、キャラクター別にこちらの商品が分かれてました。なるほど。一番いっぱいあったのがあの色紙、はい、そのフェイトのキャラクターが書いてある色紙がめちゃくちゃあった、はいはい、あ、うん、へえ。そこでね、まあ、そのキャラクターごとに分かれてるわけですよ。はいはいはい、みんな推しのキャラクターをね。でお楽しみということで、はい、あのしおりちゃんが、はい、あの町会議の時にコスプレをしてましたキャラクターは何ですか、ちょっと言ってみてください。たまもの前、はいはい、その、はい、ラバーストラップをあげます。はい、本当に、はい、映像配信版のご覧の方、はい、どうぞご覧ください。めっちゃ嬉しいんですけど、これあの私見て、はい、これは可愛いと思って。可愛いよね。買っちゃいました。え、あげます。すごい、ありがとうございます。めちゃ嬉しいんだけど。ちょうどね、その町会議の時に着てた、そうそうそう、あの衣装と一緒だから。そうそうそう、めっちゃ嬉しい。可愛すぎると思って。スマホにつけれたらつけます。ラスト1個だったので買いました。そうなんだ。はい、ありがとうございます。お楽しみってそういうこと。そうです。楽しいの私じゃんって。そう、しりちゃんの楽しみです。ありがとうございます。いえいえ、めっちゃ嬉しい。ではね、また、はい、来月もねまた調査ね、はい、していこうかなと思いますので、はい、お楽しみに皆様。このコーナーの一ファンとして。 ありがとうございます。はい、ではですね、以上、はい、乙女ロードナウのコーナーでした。くるくるコンテンツのコーナー、イエーイよ。はい、さて前回から始まりました新コーナー、くるくるコンテンツ、略してくるコン。このコーナーはアニメや漫画やゲームの中でこれから流行が来そうなもの、もしくは現在急激に人気が出ているものを私北野しおりの独断と偏見を交えながらご紹介していきたいと思ってます。はい、今回ご紹介させていただくのは中国の三本社が開発運営するスマートフォン用のストラテジーゲーム、ドールズフロントラインです。はい、でちなみにストラテジーゲームとは、ストラテジー、日本語で言うと戦略を立ててゲームを進めていくというゲームジャンルで、イメージとしては囲碁や将棋に近い感じですね。はい、はい、でこのジャンルは大きく分けると人と対戦するものとコンピューター相手に戦うものがあって、うんうん、ドールズフロントラインは自分の持ち駒を使ってコンピューター相手に戦っていきます。はい、はい、そしてゲームの舞台は21世紀の終わり、うん、第3次世界大戦後の世界です。はい、大戦により疲弊で、ちなみに疲弊とはと疲れて弱る的な意味ですね。漢字だと疲れるに、はい、紙幣の幣ですね。そうです、そうです、うん、はい、でその疲弊した世界の中で暴走した人工知能ロボットの一部が人類に反乱を起こします。うんうん、そこでプレイヤーは指揮官となり、はい、戦術人形と呼ばれる戦闘用ロボットの指揮を取り、うん、反乱の鎮圧と世界平和に向けて暴走したロボットと戦っていくという物語ですね。はい、でプレイヤーが指揮を取る戦術人形は、うんうん、実在する銃がモチーフにされたキャラクターで、種類もハンドガン、サブマシンガン、うん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 、アサルトライフル、うん、ライフル、うんうん、マシンガン、ショットガンと分かれてるんですね。はい、でそれぞれの種類に得意な戦い方があり、うん、はいはい、例えばハンドガンはコストが低く、うん、味方の支援に適しているとか、うんうんうん、ショットガンはコストが高い代わりに攻撃力が高いといった特徴があります。プレイヤーはその種類ごとの特徴を生かしながら、うん、攻略チームを編成していくのですが、その時
防御面を無視して攻撃力に特化させたり、バランスを取った編成にしたり、はいはい、強さはそっちのけで見た目が好きな戦術人形ばっかりを集めたり、はいはい、とプレイヤーの好みがね、プレイヤーの好みと、うん、あと個性がめちゃくちゃ出るゲームなんですね。そうなんだね。はい、で真面目な説明は、はいはい、これくらいにしておいて、はい、はい、みくちゃんやったことあります？ドルフロ。え、ドルフロ、はい、これドールズフロントラインを略してドル、はい、ドルフロ、はい、っていうの。ドルフロと言います。あ、そうなんだね、はい、そこを略して、ま、いや名前は、ま、ちょっと知ってはいたんだけれども、はい、やったことはないかな。あ、しおりちゃんはやっぱ前からやってるの？いや、私はですね最近始めたんですよ、うん、あ、そうなんだ、はい、前から知ってはいたんですけど。はい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 、そうなんだね、はい、始めたきっかけはなんだろう、やっぱりこう他のコスプレイヤーさんとか、うんうんうん、コスプレしてるの見て、はい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 、あ、可愛いなーっていう、はい、あ、じゃあ多いんだコスプレイヤーさんで。まあそうそう、ちょっと最近流行ってるというか増えてきてるなっていう。はい、ドルフロの。そうなんだ、はい、なんか刀剣乱舞に似てる。あ、そんな感じですね。そう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 、刀剣乱舞の剣をね、あの擬人化というかあのキャラクターにして、そう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 、そんな感じそんな感じ。なるほどね。剣の名前の代わりに、うん、トンケナバ剣の名前ですけど、ドルフロだとその拳銃の種類というか。なるほどね。そうだから実在するショットガンとか、はいはい、すごいっす。そう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 、設定が壮大だね。そう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 、だからこれなんだろう、そのキャラクターデザインが結構、うん、女の子らしくて美少女系のキャラクターデザインなんですけど、女の子のキャラしかいない。そう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 、そうなんだ。あのメインが女の子のキャラで、そう、でその美少女キャラクター好きな人も楽しめるし、うんうん、あの拳銃が純粋に好きな人とかも、あー、はい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 、そうそう、全然興味持ってできるゲームかなっていう。そうなんだ。でこれきちんと考えないと、はいはい、あの攻略できないんですよ、編成とか。なるほど。そうそうそう、私とか特に、うん、あの見た目が好きなキャラクターでチーム組んじゃうんで。さっきもね、そう、あの人のね好みとか個性によるってね。そうなの、私そういつもそうなんですよ。どのゲームやっても見た目が好きなキャラクターでチーム組んで全然進まないみたいな。妥協してこう見た目を追求していくね。そうそうそう、見た目をちょっとおろそかにして次のステージ進むみたいな。そう。じゃあしおりちゃんさ、もし、はい、じゃコスプレするとなると、はい、どのキャラクターがいいとかありますか？いや、これね、なんか私もそれ考えたんですけど、はいはいはい、結構可愛いキャラクター多すぎて、はぁ、選べない、うん、UMPQ っていうキャラクターがすごい可愛かったんですけど、でもなんだろう、レアリティが下がっても、うん、レアリティがあるんですけど、ゲームのキャラクターに、うん、はいはいはい、レアリティ低いキャラクターもすごい可愛かったりとかするし、うん、はいはいはい、まあなんかそのなんだろう、ショットガンとかハンドガンとかそのカテゴリーごとにこう見た目の雰囲気とか違うから、うん、へー、普通に選べないですねこれなかなか、うん、しおりちゃんでも選べないものがね。そう、てか本当にキャラクターの数が多すぎて分からん選べない、本当に目移りしちゃう。なるほどね。そう、これ結構難しいんですよ、うんうんうん、もしみくちゃんがやるとしたら、うん、ちゃんと編成を組む、どういう感じでチームを作るんですか？私はね、同じ、あの、可愛いキャラクターをめちゃくちゃ集めて、はい、でいくシステム。同じですね。やっぱ見た目重視という。そう。すいません。いや、なんかでもこうやってグラフィックとか綺麗なゲームって、大体、まあ、こう要は目に行きがち。そうね。まあそこでね、突き詰めていくんですけど、うんうんうん、まあ妥協して、編成を変えていくというのが、このあたりのゲームの、うんうん、なるほど、良さっていうか、ね。良さというか、あの、頭打ちになるところというか。わかりました。そうなんです。では皆さん、ぜひドールズフロントラインね、はい、ぜひちょっとプレイ、ね、してみて、はい、私も機会があればコスプレしてみたいと思います。お願いします、はい、では、はい、以上くるくるコンテンツのコーナーでした。ロードトゥブルガリアのコーナー、よっ、待ちましょう。さて、はい、続いてのコーナーはロードトゥブルガリア。このコーナー、スタート当初はまだ行けるかどうかもわからないまま、はい、ブルガリアについて、ご紹介、させていただきながら、はい、進めてまいりましたけれども、まず今年の、9月の14日、はい、15日にブルガリアの首都ソフィアにありますインターエキスポセンターで開催される、はい、なんと3万人以上の来場者が予定、している東ヨーロッパ最大のサブカル日本文化、はい、
かの紹介イベント、はい、アニベンチャーコミックコン2019という、ね、はい、イベントに参加させていただくことになりました、はい、ました。しゅりちゃんは、はいはい、私は日本のコスプレイヤー代表として、すごい、はい、日本代表です、はい、私佐藤美久はですね、昨年、撮影した最新主演映画ですね、はい、22世紀寓話の招待上映と、私佐藤美久は当日会場でね、あの舞台挨拶もさせていただけることになりまして、はい、今からもう緊張しております。ではね、はい、なんと今日ブルガリア共和国の、はい、豆知識問題をなんか2人でクイズ形式で解いていくということだそうです。なるほど、なるほど。いやそれでね、うん、普通台本にさ、はいはい、問題が書いてあって、その下に答えがあって、うん、こうさもそれを知らなかったみたいな体で、うん、リアクションしていくのが多いじゃないですか。まあ多いかどうかは分かんないけれども、まあ確かに、まあ、こう、はい、まあ、こういうこの番組では、はい、まあ今までそのスタイルだったかな。いやでしょ、うんうん、なのに急にこの台本なんかガチの問題しか書いてないんですよ。そうなんですよ。どうしましょう。いやそれだったら、うん、こう八百長ができない。みっちゃんと、やばい、ちょっと言わない、みっちゃんと私のおバカがバレるわけですよ。すごいね、もうさらっとしりちゃんで失礼なこと言ってから、ね、いや、まあ、とにかく、はい、なんか答えはなんか別の封筒、はい、に入っているそうで、いやみくちゃんそれはねちょっとせこいですよ、うん、でなんか封筒じゃないんだよね。なるほど。封筒じゃなくなった なんか昔小学生の時にこう手紙交換で渡す形の、はい、あはい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 、授業中にこうやって、そうそう、懐かしい折り方やってたよくこれ。いやなんかみくちゃん私の知らないところでちゃっかり見て、うん、はい、私をおバカに仕立てあげようとかそういう作戦じゃないですよね。見てません。てかもう現時ね、ライターさんが、はい、まあ封はしてないけれども、はい、まあ、開けられない状態にはなってますから。本当ですか、はい、え本当に、ほらね、懐かしい感じになってます。懐かしい感じ、そうです。そう、これ授業中に回したやつですね。そうです。まあ確かに、そう、まあ、本当に見てないっていうのは分かったんですけど、で、ね、では大丈夫、うん、いや、うん、まあでも、はい、頑張ろう、はい。まあ、こんなんで大丈夫、バカじゃないの。バカじゃない、バカじゃない、そんなこと言わない、そんなこと言わないの。まあ確かにね、この番組タイトル、はい、北の城にリアルドライだけれども、はい、こんなところでリアルにドライをね発動しなくても。いやでもリアルにバカがバレるわけじゃないですか。まあ、とりあえずやっていきましょう、やっていきましょう。何問あるんだっけ。落ち着いて、4問。あ、なるほどね。そうです。1点25点。何が1問25点。え、何が。100点満点だったら、うん、こう4つに分けたら1問25点じゃないですか。ああ、なるほどね、はい、はい。じゃあ1面1問目から。あ、はい、分かりました、はい、では参ります。よろしいですか、はい、お願いします、はい、第1問、はい、ブルガリア共和国は、はい、北緯42度ですが、はい、これは日本でいうとどこと同じ地方に位置するでしょう。まず A、はい、北海道、はい、B 福島、はい、C 東京、はい、D 大阪、はい、F 広島、はい、お答えください。え、これむずくない？なんかでもどっかで聞いたことあるような気もする。いやもうね、これも私すごい単純だわ。もうまず北緯42度ってなんだっていう話で。あ、なるほどね。それは42度ってどこっていう。それはわかる。もうそれが多分この発言がちょっとアホなのかもしれないけど、もういやでもなんだろう。いやでもね、もうすごい単純だわ。もう、はい、私もうこれしかないわ。どれ、あ、どれって言う。私は A の北海道かなって思います。私もなんとなく、それはね、まあ北緯だから。あ、分かる分かる分かる。あとなんかすごいブルガリアちょっと寒そうっていう。あー確かにね、冬は寒そう。あ、もうつべたさんもね、冬寒いってね。あ、そう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 、うんうん、でこの中で冬寒いといえば確かにね、北海道じゃねっていう。あ、確かに、はい、その考えもありだね、はい、では2問目いきますか。2問目いっちゃいます、はい、はい、では、第2問、はい、ブルガリアの面積は11万、はい、1000平方キロメートルですが、はい、これは日本の面積と比べた場合、どれくらいになるでしょうか。これなんか日本のことも知らないと分かんない問題ばっかりじゃないですか。まずじゃあ A 同じ、はい、B が2分の1、はい、C が3分の1、はい、D が4分の1、はい、E が5分の ABCDE か E が5分の1、はい、です。あ、お答えください。え、私これなんとなくなんですけど、
あんまりブルガリアって大きくない国っていうイメージだったから、私この E の5分の1っていう答えにします。ちょっと私4分の1だわ。あ、なんとなくです。ごいなんとなく11万僅差の答え方。え、日本ってまずいや日本はまあまあでかいのよ。知ってる人いるのかな。 いるか。でも日本のこと知らないと答えられないじゃん。これ日本がまずどんぐらいかも。いやそうなんだよね、知らん。だから想像しきれない。そうだから自分たちが住んでる国のことだからわざわざ知ろうとしないせいで、うん、ここで壁になんかさ、あの地図見たことあるじゃない、はい、あのブルガリアの、はい、なんか北海道のなんか壮大な草原なイメージがあったから、はい、こうやっぱ日本列島こうあってさ、はい、北海道大きいじゃん、はい、だからなんかそれってなんか結構適当ですね。適当です。草原はい、なんか大きそうに似てるからっていう。確かに確かに確かに、うん、すごいもう単純な考えです、はい、分からないです。これはもう日本が分からないんだもんだって。分かんないまあ分からん。もうじゃあ次第3問いきましょう。はい、ブルガリアの、はい、国旗の3色をお答えください。私これ緑白赤だったと思う。同じだけど。そうだよね、同じだけどちょっとイタリア的な色だなっていう。あー、そう私もね、でもね、そっかし、まあ、でも一緒だわ。イメージはね、白なんかバラがすごい有名だから。それだ。なんか冷たさ、そんなこと言ってた気がする。白と緑、そう、そう 白とヨーグルトの白かな。じゃあ、あ、緑だ。本当に分かんないけど、分かんない。そう、じゃあ私の覚え方、覚え方、これ我々の適当な。では、はい、じゃあ最終問題いきましょう。はい、どうぞ。ブルガリア語でこんばんは何と言いますか。はい、A ドバルデン、はい、B ドブロウトロ、はい、C ドバルベジェル、はい、D ドビジュダネ、はい、E ブラゴダリャ、はい、です。いやこれ私 A か B だと思いますね。こんばんはって多分ね、多分言ったかな。そうそうそう、言ってないよね多分どっかで。いや、あ、おはようとこんにちははね、ドバルデンは知ってるんだよ。そう、だから、ね、ドブロウトロの気がする。この中でね初めて聞くなっていうのが、はい、C なんだわ。なるほど。そう、じゃあみくちゃんは C。 あの、ね、めっちゃ言ってたじゃん私、はい、あの頑張って、はい、私は B にしました。あ、 B、はい、ドブロウトロ。ドブロウトロはさ、はい、なんだっけな、おはようかな、こんにちは、どっちだったかな。あそろそろ答え合わせ、あ、じゃあ答え合わせいきましょうか。気になって気になってしょうがないね。じゃあ行きましょう、はい、じゃあ開けますよ。お願いします。久しぶりに開けのこのちょっと待ってくださいね。はい、開けました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 。はい、第1問、はい、A 北海道。あー、やった。ほら、単純な考え、単純な考え、あながち間違ってない。すごいわ、2人とも正解。正解。そして第2問、はい、C。 あ、え、そうなんだ、3分の1なんだ。マジか、想像よりも大きかった。なるほど。はい、私は外しました。じゃあここで私も×です。みくちゃんも外しまし ました。そして、第3問、はい、お、白、緑、はい、赤。あ、一緒やんですね。これ横3列だって。あ、そこまで言ってなかったね。ちょっと横か、はい、あ、そっかそっかそっか、なるほどなるほど。やっぱでも覚え方は合ってたかもしれない。あった、あった、緑とヨーグルト と、うん、バラ。そしてじゃあ最後、はい、第4問が C だ、ドバルベジェル、イエイ。そうなんだ。そう、難しいね。やった。ということで、はい、あらら、あ、じゃあちなみに、あ、書いてありますね、はい、A のドバルデンは、はい、こんにちは、はい、B が、 B のドブロウトロ、おはよう、はい、D のドビジュダネ、はい、シルちゃんどれで、私はドブロウトロを選んじゃいました。 D のドビジュダネはさようなら、はい、E のブラゴダリアがありがとう、はい、です。なのでシルちゃんはおはようか、はい、なるほど。私2問間違えたら2問だから、ほら書いてあるよ、ブルガリアに行く前には全部覚えておきましょう。はい、はい、かしこまりました。すいません、はい、ではということで、シルちゃんが3問、私は2問、あ、2問、あ、50点、50点、みくちゃんは私は 1,2,3 問だから、お、75点。お、すごいいい線いってる。私の方がおバカだったっていう。いや、でもでもちゃんと答えられてたから、そう、うん、でこれから覚えればいいわけですよ、うん、伸びしろ、伸びしろが50点もある、ね、うん、素晴らしい。では、はい、でも結構良かったと思います。あ、そう、いい線いった、はい、これからもね、あの、いろいろね、あの、言葉ね、ちゃんと覚えていかなきゃ、まずこれはね、覚えていこうかなと思います、はい、はい、以上、ロードツーブルガリアのコーナーでした。
皆さん、なんともエンディングが近づいてまいりました、はい、北野しおりのリアルドライ皆様いかがだったでしょうか、はい、先ほどお伝えした、通りまだまだロード2ブルガリアは課題がいっぱいの、予感もありますが、しおりちゃんいかがですか。いやでもこれからもっと言葉とか覚えて、うん、そうだね、そうブルガリアのことを覚えて頑張っていきたいと思います、うんうんうん、私もそうします。はい、はい、それではまた次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。今回も皆さんありがとうございました。